どうも、IS チャンネルです。日本でここだけにしか走っていない、架線から終電して電気で走る、アルペンルートの、立山トロリーバスに乗った時の動画を公開します。トロリーバスは、2021年現在で、つい3年前までは、アルペンルートの、扇沢から黒部ダムの区間にも走っていました。しかし、車両の老朽化に伴い、更新の時に、車載パンタグラフ経由で、蓄電池に充電する、電気バスとなりました。2019年からは、日本では、トロリーバスには、ここでしか乗ることが、できなくなりました。そして、この区間のトロリーバスの特徴は、1996年に、観光客の増加による増便による、排気ガスの滞留をなくすことと、環境保護のため、ディーゼルバスから、転換されていることです。一般的には、トロリーバスは、都市交通の発達とともに、ディーゼルバスが普及するまでの間に、ディーゼルバスと比較して、車両の製造コストが安い点から、大都市を中心に活躍しましたが、架線が必要なことと、終電ポールがしばしば外れるなど、運用が不便な点から、次第に衰退していきました。しかし、この区間は、路線距離が 3.7km と短く、排気ガスの発生をなくすことを目的に、トロリーバスが採用された、非常に珍しい経緯があります。そして、トロリーバスは、2本の架線と、電車のパンタグラフの役割をする、終電ポールが2本あります。一般的な電車で使う電気は、架線から終電し、鉄の車輪と鉄の線路を通って、変電所に戻ります。しかし、トロリーバスには、線路がないので、電気が変電所に戻るための、架線があります。しかも、制御方式は、VVVF です。直流 600V の電気を、3層交流に変換して、交流モーターを回しているそうです。そんなトロリーバスに、乗車しましょう。大観峰駅から、改札をくぐり、トロリーバスの、ホームへと向かいます。そして、車体中央のドアから、トロリーバスに乗り込みます。全面展望と車内放送を、お楽しみください。トロリーバスは日本ではこちらのみの運行となってしまいましたので、大変貴重で珍しい、日本では絶滅寸前の乗り物ですので、こちらの方法を存分に味わっていってください。最高速度は40キロ、乗車時間8分ほどです。それでは出発いたします。ご注意ください。出発信号が青に変わり、出発です。本日は、立山トンネルトロリーバスにご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。Thank you for traveling on the Tateyama Tunnel Trolley Bus. このトロリーバスは、ここ、大観峰駅から立山連峰の主峰、小山のちょうど真下を走って、平等駅まで 3.7 キロの区間を、およそ10分で走る。Thank you.
にライトの照明の部分は破砕帯です。破砕帯とは岩が細かく割れ地下水を溜め込んだ軟弱な地層の部分でトンネル工事が難航した部分です。鉄道でいう列車交換設備のある信号場が見えてきました。まもなくトンネルの中心部に出てきます。ここでトロリーバスが行き違いできるようになっています。 We'll soon pass through the center of the tunnel. Here we'll cross paths with the trolley bus from the other side. この辺りは立山連峰の主峰小山の真下にあたります。ちょうどこの700メートル頭上に標高3003メートルの小山が天を突いてそびえています。ここで反対側から来たバスと行き違いを行います。赤信号なので停止線まで移動し停止します。出発信号が青になったので出発します。屋上から美しい立山連峰を間近に見られる室堂高原に出ることができます。徒歩10分余りのところには三栗ヶ池と緑ヶ池が水のような緑色をたたえて静かに立山山間を映しています。 At our destination, 室堂 Station. Connect to the 室堂 Plane from the station room to view the majestic立山 Mountain Day.The surrounds of Murado are home to the rock carnigan, a protected species of bird that has lasted since the ice age.
室堂駅に到着しました。ここでトロリーバスの旅はおしまいです。立山方面は美女平行きのバスに乗り換えとなります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。